の揃いのコート姿で、男子の選手の意地は報道陣から大会を前にした心境を問われると、かつ自信に満ちている、私たちの外を見せたいと思うと話していました。日本政府は、核・ミサイル開発を進める、朝鮮への独自制裁として、北朝鮮籍、任、入国を原則、禁止していますが、スポーツの国際大会の際には、例外、な措置として選手らの入国を認めていて、今年2月に北海道で行われた冬のアジア大会にも北朝鮮の選手たちが参加しまし、北朝鮮代表は今月5日に日本にいた、する予定で、大会には男女ともに、日本、韓国、中国、北朝鮮の合わせて4チーム、出場し、女子が8日から千葉市の福田、コアリーナ、男子が9日から東京、調布。